皆さんこんにちは、なるほどてんです。今日も間違い探しで遊んでいきます。さあ、今回はこちらです。いや、すごいですよね、デザイン。どうやったらこんなデザイン考えられるんですかね。まあ、なるくんも多分できると思いますけど。そう、やらないだけです、きっと。と自分に活かせます。さあ、こちら、違う、間違った。普通になんかこ、ここだった。丸いのがないですね。で、上の方は、えー、っと、 木があここがあれなんですね。埋まってるんですね。さあこの綺麗なのは1個足りない気がする。よーしあと2つなんか若干クジラっぽくも見えますね。形的に。えー、っと、噴水があって、木があって、いや、多分この辺1個違うと思うんですけどね。うーんと、黒い線はあるでしょう 建物なんかこれ透けてるんですかねわあわかんない、まあ、この辺真っ白だから関係ないと思いますけどあと2つもあるんですかちょっと引いてみますか雲は関係なさそうですねうーん左側いやでもやっぱ真ん中の方でしょう真ん中と右下あたりでしょうきっと でもちょっと左も一応念のためにもう一回見直してうん大丈夫そうさあくまなく調べてますけどいやー大丈夫そうですけどねこのなんか縦棒がなんか若干違うとかあここのへりがちょっと違う深さがさああと一個 奥の背景が怪しい木あるでしょ建てタワーあるでしょう噴水うーん合ってる気がするんですけどねあと1個わかんないですねあーここクジラって言ったらこの場所が違う <laughs> よく見たら口の形が口じゃないけど さあということで今回の動画以上とさせていただきますご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう